はい。キャストさん、に、うん、FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では、本日メンヘラ城第28回の収録となっております。おお、はい、現在3月27日月曜日、はい、これを聞いている皆さんは4月10日の月曜日、はい、はい、もう4月に入っておりますね。うん、入ってるね、はい、無事に3月超えたかみんなね、何事もなくね、うん、はい、超えてるといいんですけれども、うん、こっちは何事もありまくりで、多分3月を終えて、うん、はい、4月に入ってると思うんですけれども、ドッタンバッタンな、ドッタンバッタンです、うん、はい、ハピワンがね、3月31日で約7年、うん、何年かな、約何年、8年ぐらいのね、うん、運営を終えて、新しい、地下通の方に、うん、活躍の場を委ねるというか、うん、はい、っていう形になりまして、僕らもね、利用していた地下通が変わるということで、4月の10日には1回、はい、2回、まあ何回か通ってるのかもしれないですけれども、はい、うん、新しい地下通にどういったことを望みますか、夏実さん。どういったことを望む、うん、うーん、相談があったら、うん、予約制じゃなくて、うん、その場で聞いてほしい、少しでもそうね、まあその辺は臨機応変にね、うん、今悩んで困ってるというかね、多分今モヤモヤしてるわけで、苦しいって時が多いから、そうそうそう、予約制でね、なん、うん、じゃあ何日の何曜日に、何時から聞きますので、うん、いらっしゃってくださいってなってもね、うん、その時にはもう解決してたりね、そうね、場合によってはね、それを引きずってもっと悪い状態になってる可能性もあるわけだからね、うん、うん、その時々で臨機応変に悩みは聞いてほしいよね、うん、うんうんうん、少しでいいから、そうね失礼はい、まあそれでは、本日も短い時間ですが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、このコーナーでは私たち2人が、タイトルそのまま、うん、テーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしております。番組の感想もお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では本日のテーマ早速いきたいと思います。はい、はい、本日のトークテーマは涙。はい、はい、嬉し涙や悲しくて流した涙だったり、うん、寝ていてね、うん、足がつって、うわ、いっけーって言ってからさ、ついあまりの痛みに流してしまった涙とか今朝の私だ最近のことだったりね、あるいはこれまでの人生でさ、一番印象に残っている涙にまつわるエピソードを教えてくれいっていうところでね、うんうん、募集したところ、いくつかメッセージいただきましたので、うん、ご紹介したいと思います。はい、はい、僕の方から、はい、どうぞ。はい、ラジオネーム
はい、夢をつかぽんさんより。あ、つかぽんさんありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。けんささん、なつみさん、お疲れ様です。お疲れ様です。涙っていいですよね。はい、通っている地域活動支援センターの施設長が、今つかぽんが流している涙は80年後の雨になるんだよと言っていました。うん、ということは今降っている雨は80年前を生きていた人たちが流した涙ということになります。うん、今から約80年前は大変な時代でしたね。うん、ちなみに自分のカラオケのお箱はケツメイシの涙です。最近はお気に入りの映画やアニメを見て涙活してストレス発散していますとのことです。うん、はい、約80年前何があったかご存知でしょうか、夏美さん。うん、戦争。そうね、沖縄戦があった。だいたい80年前、78年前になるかな、1945年、うんうん、沖縄戦があって、まあ、そりゃたくさんの人がね涙を流したことでしょうから、その涙が、雨になって、うん、今降っているっていうことをおっしゃってますね。この話、うん、金浜さんから私も聞いたことあるけど、うんうんうん、この話をこの覚えてるつかぽん、すごい。あ、そうね、夏美さん忘れてた。あ、本当。そういえば言ってたな、金浜さんって思った。つかぽんもなんか感じるところがあったんだろうね。うんうんうん、つかぽんの涙はあと80年後に、うん、はい、来るんだって言ってね、あの地上をね、うん、潤すんだ、うん、のでどんどん泣いていいと思いますよ。そして木が生えて花が生えてツカポンが生えるんでしょ。ツカポン生えてくんの。いや、ちょっとなんか色とりどりの何かが生えてきそうな気がするけれども。はい、ではラジオネームイルカレディオさんから。はい、イルカレディオさんありがとうございます。はい、2023年3月22日俳優の段次郎さんが亡くなりました。合唱、うん、段次郎さんといえば帰ってきたウルトラマンの郷秀樹隊員を演じていましたが、僕はいつも33話怪獣使いと少年を見ると涙が溢れてきます。うん、1971年11月19日に放送されたその回はまさに神回だと思います。ウルトラマンがムルチを倒す時の大雨はウルトラマンの涙だと思います。そのシナリオを書いたのは沖縄出身の上原正三さん。沖縄の状況やいろんな差別や困難に直面している人に向けて書いていると思いました。以下、講談社のテレビマガジンホームページからの筋書きです。帰ってきたウルトラマンのね、第33話の筋書き、うん、廃墟で暮らす少年亮はひたすら穴を掘っていた。亮は超能力を使ったと噂され、宇宙人と決めつけられて中学生から暴力を振るわれ、町では食べ物を売ってもらえないなどといった迫害を受けている。マットが、マットっていうのはウルトラマン、帰ってきたウルトラマンのね所属する、うん、豪隊員が所属する、まあ結社というか、うん、はい、マットが寮の身元調査を行うと、寮は北海道生まれのれっきとした地球人だった。また東京に仕事を探しに来た父親は蒸発、母親は病死した天涯孤独な身の上であることも判明。豪は寮が留守のうちに、寮が決して誰も通さなかった廃墟の2階を訪れる。そこには金山と名乗る老人の姿をした明津星人がいた。1年前地球の風土調査にやってきた明津星人は怪獣ムルチに襲われ、冷たい雨で衰弱していた寮を助けるためムルチを封印。寮と共に暮らすうちに2人の間には親子のような絆が生まれていた。しかし地球の汚染された環境に明津星人の体は蝕まれ、動くこともままならなくなっていた。亮は明津星人が地中に埋めた宇宙船を掘り起こし、二人で明津星に行こうとしていた。明津星人が生きたえ、ムルチが目を覚ます。突如亮たちのもとに市民たちが武装して乗り込んできた。豪は市民たちを必死で止めようとするが、暴徒化した市民たちを抑えることはできず、寮は連れ去られそうになる。それを見た明津星人は自分が宇宙人だと市民たちの前に姿を現す。しかし市民たちの暴走は勢いを増し、ついに警官が明津星人に発砲。明津星人は血を流し息絶えてしまう。
そこに地底からムルチが現れ、明治星人が死んだことで封印が解けたのだった、うん、ムルチは町を破壊し火を吹いて人間を襲う。市民たちは怪獣を退治してくれと叫ぶが、ゴーは勝手なことを言うな、怪獣をおびき出したのはあんたたちだ、まるで金山さんの怒りが乗り移ったかのようだとつぶやく、うん、しかし一人の僧侶がゴーを悟し、ゴーはウルトラマンジャックに変身する。1年前に寮が襲われた時と同様に冷たい雨が降りしきる中で、ジャックはムルチに戦いを挑み、最後はスペシウム光線で撃破した、うん、宇宙人だという疑いが晴れた寮、しかし寮は穴を掘り続ける、地球にさよならを言うためにという、うん、はい、俺これ読んだ時にねすごく感動したよ、うん、実際にこの第33話を見てみたいと思ったね、うん、あ、なんかそうね、迫害された人がいて、うん、ね、その子がその人が慕ってたね、その子が慕ってたお父さんのような存在を殺されて、それで怪獣が出てきて、うん、それを倒してくれた、うん、何を言ってるんだってウルトラマンもなるよね。ウルトラマンが初めて人間を救わないで救うかどうかで悩んだ問題作というか、うん、エコー聞いてる、本当ごめんなさいすごい興味深いお話。そうか、うん、夏美さんはなんか亮と豪がどっちだったっけってなった。嘘でしょもう、まあね、まあでも声だけ聞いてたんで、声だけ聞いてたらちょっと難しかったな、かもしれないけど、はい、まあ興味が湧いた方はぜひ、僕もいつか本編というか、はい、第33話見てみたいと思います、はい、イルカレディオさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、夏美さん、はい、じゃあ夏美さんの方にも来ています。お願いします。はい、涙か、涙の数だけ強くなれるわけじゃないけど、涙の数だけ人の気持ちがわかる、自分の弱さがわかる、その上で強くなりたいと願い努力していきたいです。サンクスラボのダミンミンダーハーさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、うん、涙の数だけで、ね、強くなれるよって岡本真代さんだったっけ、うん、あ、どうなんだろうね実際ね。うん、まあそうね、男、優しくなれるんかな、どうなんだろう。男として生まれてきた僕はですね、はい、やっぱり男は簡単に涙を流してはいけないっていう風に言われて育ってきたからね、うんうん、まあ若い頃はね、まあどんなに辛い時でも涙を我慢してたっていう時期もあったんですけどね、うん、30を過ぎたあたりぐらいからね、うん、涙腺がもうボロボロに弱くなってね簡単に涙出るようになりましたね。老いって扱いね、なんだろうね、よく言うよね、40代ぐらいからもうな、うん、30、40ぐらいから涙もろくなってとかさ、うん、うん、それこそなんか初めてのお使い見てたら、あの音楽が流れるだけで泣きそうになるとかさ、うん、あ、でもあるかもね、うん、私も涙もろくなったかな。いや、でも夏美さんはずっと涙もろいでしょ。夏美さんは、あ、ずっと涙もろい、泣いてしまう時多いな。多い多い多いよな、うん、まあそれだけね辛いことが多いっていうことの裏返しでもあるのかもしれないけど、うん、うん、どんな時に夏美さんは涙を流しますか。どんな時、うん、どんな時かな、人が亡くなった時。まあそれはね、自分の特に親しい人だったりね、知り合いが亡くなったっていう時はやっぱそれは泣きますよ。うん、なんかおじいが死んじゃった時とか、なんか、あ、時代が一つ終わったって思った。ああ、まあ寂しいしね、好きな慕ってたおじいちゃんが亡くなったりね、うん、まあ身内が亡くなるのは本当に辛いことだから泣いちゃうけどね、うん、うんうんうん、嬉し涙とかはどうですか。
嬉し涙っていうか面白涙の話があって、はいはいはい、あの銀行で、うん、銀行で、お金を下ろしたんですね、健太さんと。あ、そうね、健太さんと銀行でお金を下ろして、ろし、ね、で通帳を私が預かってるんですよ、健太さんキャンブリー上昇、ね、はい、通帳とお札とか私が預かってるんですね、うんうん、それでちょうだいって言って、終わったからちょうだい、くれないのくれないのって言ってて、うん、健太さんはくれないくれないって言ってて、うん、いや俺が持っとくとか冗談で言ってんですよ、うん、で、くれないのって言った後に、うん、2人でくれないに染まったこの俺をって歌いながら手つないで帰ったってあの時さ、めっちゃ面白かったわけ。あ、本当？うん、だってくれないのくれないの、うん、って言ったんだよくれないに染まったこの俺をだよやっぱ染まってるよね、本当に、ね、よくこの歌が出てきたよね、くれないに染まってたからね、俺くれないに染まってたよね、うん、いやあれは面白くて涙出たそうですか、うん、最高。 ありがとう、最高。あ、まあ、そうやってね、楽しい、嬉しい涙、悲しい涙だけじゃなくね、うん、嬉しい、面白い時に、流す涙もね、うん、重要だと思うんでね、うん、はい、そういう涙がね、今後夏美さんがたくさん流してくれるように僕も支えていきますんで。笑かして、何こののろけみたいなオチ。いいじゃん、いいじゃん、はい、今後もね、新婚の話なんてどれものろけなんだからいいんだよできるだけ夏美さんを笑かしていけたらなと思いますけど、うん、そうね、はい、お願いします、はい、うん、まあ、俺のことも笑かしていただければイエス頼みますよ、イエス、はい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい。はい、今日のテーマが涙ということで、はい、はい。本日ご紹介いたしますのは、吉沢佳代子さんで、泣き虫呪言。こちらをご紹介したいと思います。ぜひお聴きください。はい。ほい。泣き虫呪言が流れておりますけれども、はい、はい、まあ YouTube では皆さん見てくれてる人もいるかと思うんですけれどもね、うんうん、健太さんのね、健太さんの涙の話聞きたい、お話しておこうかな、はい、うん、さっきね涙腺が脆くなったっていう、弱くなったっていうね話をしたと思うんですけれども、うん、僕引きこもってる時ね、まあ、30代ぐらいか、30代28から5年間ぐらいと思ったんですけど、うん、その時にねアニメめっちゃ見るようになって、うん、当時まあ、泣いたアニメって結構あんのよ、泣けるアニメってやっぱりさ、うん、その中でもやっぱりあの花の名前を僕たちは知らない、うん、あれは泣いたね、うん、もう嗚咽するぐらい泣いた、うん、ってめっちゃ泣いたよあれはね、エンディング曲かな、だったかな、ゾーンのね、うん、君と夏の終わり、将来の夢って、うん、あれが声優さんがカバーして、主要キャストの3人、うん、女の子がね、うん、の声優さんが歌ってるんだけど、あれが流れただけでもう涙腺うるうる今ではなるよね、うるうるなっちゃったな、うん、あと、そのアニメをね、うん、の脚本をやってた方の映画作品があって、うん、何だったっけね、一緒に見たさ、え、何だったっけ、一緒に見たやつがとにかくあるのよ、うん、バイオレット、バイオレット・エヴァーガーデンは見てない、一緒に、うん、タイトル忘れたな、凪の明日から、凪の明日から一緒に見てない、帰ってきた地球人、ウルトラマンな、ウルトラマンはいつか見るよ一緒に、わからん、まあ、なんか作品があって、うん、お母さんがいて、息子がいて、なんか息子が死ぬ寸前まで、お母さんは死なない存在なのよ、なんかいつまでも年を取らないっていう、 ありましたね、うん、あったね、なんていう、で最後によく頑張って生きたねって息子が亡くなる時に言いに来るのよね、うん、お母さんはいつまでも年を取らないっていう存在だから、そうそうそう、これね、自分が死ぬ時に自分の我が親がさ、うん、
俺が死ぬ直前にあなたよく頑張ってここまで来たねって言いに来たら、うん、もうやばいなっていう話をしたら、それを思っただけで2人で思っただけで思ってないってからちゃって、あれはやばかったね。やばかったね。 はい、あったねその映画ね、はい、でも泣ける作品いっぱいあるんで、いつかねいろいろまた紹介させていただければと思います。うん、はい、そうですね、あったねそういう。はい、お聞きいただきましたのは吉澤佳代子で、泣き虫ジュゴンですね、はい、お聞きいただいてるのは、はい、これはね夏美さんの紹介という形になるんですけれども、はい、夏美さん吉澤佳代子さんの曲好きよね。うん、地獄タクシー前一回紹介したっけ。地獄タクシー、ね、タクシー、うん、うん、好き。うん、俺は夏美さんに教えてもらって初めてさ吉澤佳代子さんっていうアーティストを知ったんだけれども、うん、紹介してもらった曲の中で一番この泣き虫ジュゴンが僕は好きで、うん、なんか好き夫婦揃って好き。吉澤佳代子さんの泣き虫ジュゴンすごくいいです。いいですね。皆さんもぜひ聴いてください。はい、なんか PV がね水中で撮ってる映像があって、それはなんか吉澤佳代子さん自身が、うん、水中カメラを使って撮ったっていう話らしいですよ。うん、うん、見てみよう。うん、ぜひ興味がある方は YouTube でも見れますので、はい、それでは、楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、今日は涙をテーマにお送りしてきたんですけれども、はい、はい、僕のね涙のエピソードは YouTube で、はい、うん、ちょっと聞けると思うんで、うん、興味のある方は、はい、YouTube でも確認していただければ、はい、はい、していただければいいですよ。うん、泣いたアニメのね話を、うん、まあしたんですけれども、そうそうそう、うん、アニメのタイトルが出てこないっていうね映画のね、うん、映画のタイトルが出てこない。なんだっけな、わかんないな、うん、忘れたねなんか感が思い出そうとしたら無言になりそうだからちょっと今思い出さないようにしてるんですけれど、うん、はい、なんだかな、ね、あ、やばい、これはもうなんかドツボにハマるわやばいやばい。でもね、俺アニメはねやっぱりたくさん見てきてね、いろいろ泣くアニメがあったんだけど、うん、コードギアス反逆のルルーシュっていうアニメは最終回はもう泣いたね。最終回、うん、最終回めっちゃ泣いた。コードギアスは あれじゃない、コードギアス、あ、違うわ、ごめんごめん、違う違う、ごめんね。いいんだよ。で、あとよりも宇宙よりも遠い場所っていうさ、うん、北極大陸、うん、観測船に乗る、少女たちのうん、話があるんだけど、うん、それもめっちゃ感動したし、うん、あとはそうだな、あの花の話は YouTube でしたでしょ。 YouTube というか音楽楽曲紹介中にしたでしょ。メンマミッケのやつ、そう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 、まあ、まあ他にもいろいろあるはずなんだけども、さすがにポンと出てこなくてまた無言になりそうだから。最近ガンダム見てたじゃん、水星の魔女ね。水星の魔女はあれは感動とはまた違う。あ、違った、あれはなかなかった。あれはハラハラドキドキして、うん、どうなるんだろうっていうワクワク感、うん、ワクワク感か、うんうんうん、この先泣くシーンももしかしたらあるのかもしれないけどね、うんうん、水星の魔女がね、ちょうどそれこそもう4月入ってるんで、この放送が、うん、放送が流れてる頃にはね、うん、もう第1話は翌日多分4月11日に第2話が放送されると思うんで、うん、もう現状3月27日ですけれども、うん、今から楽しみですよ。ねえ、そうだね、うんうん、夏美さんはね、昔ね、うん、若かりし頃にね、アニメーターの仕事をちょっとだけしていたのでね、うん、はいはいはい、アニメを見ることがね、うん、なんかできないんですよ。
あーなるほどね、まあ、アニメを作るしんどさがわかるからっていうところかな。この振り向くところの枚数何枚使ってんだろうとか、作の枚数がね、そうそうそう、はいはい、あこの角度難しいんだよなみたいな、動画班ちょっと目線が変わってしまうのね。そうなの、純粋に楽しめないってところね。そうなの、はいはいはい、もう本当にジブリとか鬼、あうん、わかるよわかる。あでも最近の感動で言ったらね、やっぱり WBC 本当だ、日本の優勝本当だ、 あれはまあ感動したよね、した。うん、でも喜びのね涙というか、うん、うんうん、とてもようござんした。うん、もう本当に日本代表の皆さんおめでとうございます。あお疲れ様でした。で甲子園がね今はやっててね、うん、まあこれが終わる、この放送がされてる頃にはもう、優勝校も決まってるのかもしれないけど、今のところ沖縄尚学は頑張ってて、うん、ただね僕ね高校野球見ると、ちょっと具合が悪くなるんで見てないんですけど、ね、悲しいはい、では、ここいらのメンヘラジオはここいらでお開き今日も元気に病気中、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました、はい、途中ちょっとハプニングがあった。はい、動画撮れてますかねまだ撮れてる、回ってる。じゃあお疲れ様でした。